軍の原子力潜水艦。ラファイエット級原子力潜水艦の7番艦。艦名は第28代大統領ウッドロー・ウィルソンにちなむ。ウッドロー・ウィルソンの建造は1961年2月9日にカリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所に発注され、1961年9月13日に寄港した。 1963年2月22日に、エレノ・アークソン・サイアーによって、命名、浸水し、1963年12月27日に、ブルーハン艦長クリオエヌ・ミッチェル・中佐及び、ゴールドハンカンチルター・エヌ・ディーゼン・チーーの指揮下、収益する。ウッドロー・ウィルソンは1964年1月9日にメア、メアイランド海軍造船所を出航し、 サンディエゴに停泊した後、パナマ運河経由で東海岸へ向かう。パナマ運河には1月19日に到着したが、猛烈な反米デモと暴動により非常に緊迫した事態となる。そのため訪門を戦闘態勢の船舶及び兵士が警戒する中、7時間10分という記録的な短さでウッドロー・ウィルソンは運河を通過した。 1964年2月5日にサウスカロライナ州チャールストンに到着したウッドロー・ウィルソンは3月に入ると東海岸で成長巡航を行い4月には成長後の信頼性試験を行った修理と変更の後5月末に任務に復帰し6月に最初の戦略抑止紹介を始めるウッドロー・ウィルソンは1968年の秋まで スペインのロタ及び、スコットランドのホーリー・ロッホを拠点とし大西洋で、作戦活動に従事した。その後、ニューポートニューズ造船所で13ヶ月のオーバーホール、及びポラリスミサイルの運用回収が行われる。作業完了後、チャールストンとパナマ運河経由で、太平洋に移動し、1969年11月19日に、真珠湾に到着した。 ウッドロー・ウィルソンは、グアムを拠点として、太平洋西部で活動し、1972年まで、アプラ港から戦略抑止紹介を行った。同年再び、大西洋へ配備変更され、ニューポートニューズ造船所でオーバーホール及び、ポセイドンミサイルの運用回収が行われた。チャールストンを母港として、ウッドロー・ウィルソンは、大西洋艦隊と作戦活動に従事する。 チャールストン海軍造船所での何度かのオーバーホールと40回以上の紹介の後、ウッドロー・ウィルソンは1990年に SSN-624 へ艦首変更される。1990年から1993年まで、ウッドロー・ウィルソンは何度かの特別紹介任務を完了し、1993年に不活性化が行われた。 1964年から1987年までの間に、ウッドロー・ウィルソンは71回の戦略抑止紹介を完了した。ウッドロー・ウィルソンは1994年9月1日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに従って1997年9月26日に解体が開始し、 作業は1998年10月27日に完了した。本艦のポセイドンミサイルの運用メンバーには、除隊後に看護師となって40人以上を殺害し、400人近く殺害した可能性がある、ヘルスケアシリアルキラーのチャールズ・カレンがいた。潜水艦の搭乗員である以上、2ヶ月の間密閉された空間で過ごすのに必要な基礎訓練と、 厳格な心理検査に合格していたが、カレンはいじめにあって精神に変調をきたした。ある時、カレンが制服ではなく外科用マスク、手袋と手術用ガウンを身につけて、ミサイルの制御席に座っているのを将校が発見した、ことで、カレンは懲戒処分を受けた。その結果プレッシャーの少ない輸送船に転属され、本館での職務を解任された。ありがとうございます。